皆さんこんにちは、ケンです。今日はですね、僕のオフィススペースのデスクツアーをしていきたいと思います。パンデミックが始まって以来、すっかり家にこもりっきりで仕事するっていう生活スタイルが続いているんですけれども、思ったよりね、体への負担が大きいんですよね。一日中座りっぱなしで同じ姿勢でいることが多いので、なので去年この家に引っ越してきてから、さらにデスク前の環境を良くしようと思って、いろいろなアイテムを揃えてきました。なるべく体への負担が少なくて働きやすいデスク前のセッティングっていうのがテーマになっているので、今日はそれらのアイテムを一つ一つ紹介していきたいと思います。デスクはフレキシスポットというブランドのスタンディングデスクを使っています。ボタンを押すことで高さを調整することができ、普段使う高さを4つまで記憶することができます。昇降する際の音はそんなにうるさいということもなく、昇降のスピードも十分速く調整できる印象です。座ったままの時間が長く続くと眠くなってきてしまったり、腰や背中を痛みやすくなってしまうので、時々高さを調整して立ち上がって作業するようにしています。スタンディングデスクを導入してから仕事の集中力が増したというふうに感じています。デスクの天板の裏にはサーマサプライのケーブル配線トレイを取り付けています。メッシュタイプで横幅が広いトレイなので、余裕を持って電源タップや電源アダプター、ケーブル類を整理することができます。椅子は岡村のバロンチェアを使っています。オフィスバスターズという中古オフィス家具販売サイトで5万円ほどで購入したのですが、非常に気に入っています。ご覧のようにアームレストの高さや角度が細かく調整できます。アームレストを天板の高さに合わせて腕を乗せて作業することで、モニターから一定の距離を保てるので正しい姿勢で作業をすることができます。ご覧の通り背もたれが体の曲線に合わせて湾曲しているので、背中と腰をしっかりサポートしてくれます。予算的なこともあって僕はローバックタイプを選んだんですが、欲を言えばハイバック、ヘッドレスト付きのものの方がより体への負担が少なくなるなと思っています。座面と背もたれはメッシュ素材でできているので、長時間座っていても椅子に接している部分が蒸れづらくて非常に快適です。以前はダイニングチェアで作業していて腰を痛めることがあったのですが、この椅子に変えてから腰を痛めることがなくなりました。椅子の下にはボーダレスというブランドのチェアラグマットを敷いて使っています。見た目が可愛くて購入したのですが、実際に使ってみると、このデザインが見た目だけではなく椅子の動線をカバーしてくれるので、ラグから椅子が落ちることがなく、フローリングをしっかり守ってくれます。僕の身長165センチに対して適正なデスクの高さは69センチなのですが、このスタンディングデスクの一番低い設定が71センチなため、椅子の高さを高くして使っています。そうすると床に足がつかなくなってしまうので、このようにフットレストを置いて高さを調整するようにしています。僕のメインマシンは M1 チップ搭載の MacBook Air です。MacBook シリーズの中では一番リーズナブルなモデルですが、4K の動画編集をしていても非常にサクサクと動いて快適です。ボヤタの PC スタンドに置いて使っています。見た目の割には重量がしっかりしていて、安定感が非常にあります。モニターは LG の 4K27 インチのものを使っています。LG の 4K27 インチの中では一番安価なモデルなんですが、色の再現も悪くなく、動画編集の際もストレスなく作業できています。モニターの背面には HDMI ポートが2つとディスプレイポートが1つあります。ただし USB-A や USB-C のポートがないので、周辺機器を接続したい方は上位のモデルを検討された方が良いかもしれません。モニターとデスクの背面はどうしてもケーブル類が散らかりやすくなってしまうので、収納スリーブを使って1本にまとめてすっきりと見えるように整理しています。モニターはエルゴトロのモニターアームを使ってデスクに固定しています。モニターアームを使うことでモニターの下にスペースができるので、すっきりとした見た目になります。また作業する姿勢に合わせてモニターの高さや角度を自由に調整できるのも非常に良いポイントです。ウェブカメラはアンカーのものを使っています。 1080p の解像度で画質も綺麗ですし、モーショントラッキングによって被写体を追いかけてくれる機能もついているので非常に使いやすいです。モニターの上には BenQ のスクリーンバープラスというモニターライトを設置しています。ライトがあることで本を読むときなどに手元を照らすのにもいいですし、光があることでモニターの文字がさらに見やすくなって目の負担を軽減してくれます。また手元のコントローラーで電源のオンオフ、光の色温度や明るさを調整できるのも非常に便利です。キーボードはロジクールの MX キーズを使っています。以前は Apple のマジックキーボードを使っていたのですが、キーのタッチが軽すぎるので個人的に使いづらかったです。一方この MX キーズはキーが軽すぎることがないので、タイプミスをすることもなく非常に快適に作業ができます。また色味とデザインが MacBook とマッチするように作られているので、統一感が出るのも非常に良いポイントだと思っています。
マウスは同じくロジクールの MXLO というモデルを使っています。このマウスはトラックボールがついているので手首への負担が少なく快適に作業することができます。またショートカットキーの割り当てもできるので作業の効率化に非常に役に立っています。またサーマサプライのリストレスト付きのマウスパッドと一緒に使っているのですが、パッドの大きさが小さくこのマウスと非常にマッチしています。またリストレストが付いていることで手首への負担が全くかからない点も非常に気に入っています。MacBook と周辺機器の接続にはベルキンの Thunderbolt 3 Dock Pro を使っています。正面には USB の A と C のポート、SD カードスロット、オーディオジャックがあるので動画編集などの際にも SSD の接続や SD カードの抜き差しが非常に楽に行えます。また何よりケーブル1本で MacBook とつなぐことで全ての周辺機器と接続できるのも非常に便利なポイントです。デスクの上には Nintendo Switch も置いてあります。このデスクセッティングのおかげで長時間ゲームをプレイしていても疲れづらく非常に快適にゲームを楽しむことができます。はい、ということで今日は初めてのデスクツアーの動画だったんですが、僕がね本当にこういうガジェット周りが大好きなので少しずつ自分の理想のデスク環境にしていくのが本当に楽しいんですね。まあ、この時点で自分が働きやすい環境が一通り揃ったなっていうところは満足してるんですけれども、よりねこうおしゃれにしたりとか、まあ、観葉植物を置いてちょっとリフレッシュできる環境を作ったりとか、もっとねやってみたいことがあるので、今後さらにセッティングを変えた時にはまたさらにね新しいデスクツアーの動画も撮っていきたいと思っています。今回このデスク環境を整えるにあたってケーブル配線周りにかなり苦労しました。そんなケーブル配線周りはまた別の動画でご紹介しているので、よろしければそちらの方もご覧ください。こんな感じでガジェット関連の動画も作っていますので、ご興味がある方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日の動画もご視聴ありがとうございました。本日の動画が役に立ったと思っていただきましたら、ぜひ高評価の方もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。